こんにちは。こんにちは。それあれですか、肩のこうちらっと見えてるの大丈夫なやつ？大丈夫かなと思っています。いやでもすごいスタイルいいですね。足細いですね。本当ですか？ちょっと今ムチムチ真っ最中。なんかされてたんですか、もともと？なんかもともとはめちゃめちゃ筋トレマンでした。っていうかもうアスリート並みでした。はい、だからこういう、まあ、もともとはでもベースの筋肉があって多分代謝はいいんだと思います。なるほどね。じゃあ結構汗かきます？すぐ汗かきます。じゃあそういう夜のセッションの時の汗とかってどうですか？もう汗かいちゃいます。ここら辺から汗ばんで、髪の毛がだんだん張り付いてきた。あ、そうなんですね。で今あれですよね、既婚者さんで、お子さんもいらっしゃる。そうですね、はい。お名前お伺いしてよろしいでしょうか？あ、はい、白川かすみです。かすみさん、はい。で、かすみさんご年齢が44歳で、あれですよね、あの、大人のビデオの方にご出演されてるっていう。あ、そうです。はい、おさせていただいてます。それでもご結婚されてるのにっていう。そうですね。それはやっぱ何かあったんですか？そういう風にしようと思ったきっかけは。40過ぎてもう一回女性として自分をブラッシュアップさせたかったっていうと、何かもう一つレベルアップしたことをやってみたかったっていうのは大きいですかね。じゃあ、まあ専業主婦みたいな感じでずっと家にはいた？そうです。お家でもいたし、まあでもいろいろこうなんかちょこちょこ仕事もしながらっていう感じではあったんですけど、でもなんか満たされない自分がいたみたいな。そうですね、もうちょっと刺激が欲しいなもあったし、あとはこう年齢で止められたり年齢での偏見っていうそういう価値観が自分の中ですごい嫌で、それを自分が少しでも覆せるようなことを起こしたかったっていうのもあります。でも旦那さんともしばらくなかった？全然ないです。まあ、だからっていうのもあるっていうことですよね。まあそうですね、だからやってもいいのかなって。なるほどね。でもその初めての日って覚えてますか？初めてのそういう。覚えてます、覚えてます。もちろん旦那さんには言わず。言ってないです。誰も知らない。その時は旦那さんには何て言って出てったんですか？その日はお友達とゆっくりランチしてちょっとこう遠くにのんびりしてくるっていう。でどうだったんですか、そのもう久しぶりに、っていうことだったと思うんですけども、すごい緊張したし、まあ、ドキドキすごくて、なんかこう初体験をするかのような気持ちになってましたね。はい。そのお洋服をもうかなりの人の前で脱がれるってことですよね？あ、そうですね、そうですね。何人ぐらいいらっしゃいました？でもなんかその作品撮りの前に撮影みたいのが一回あったんで、それで一回脱いでるんですよ全部。でそれの時でも街に10人いないぐらいで、その前で脱いで結構恥ずかしかったです。恥ずかしかった、ちょっとなんか笑顔引きつってたかもみたいな。それは何が恥ずかしかったんですか？見られることですね。自分の体を見られちゃうことが恥ずかしかった。それはやっぱ今の体型とか。体型もそうだし、でも普段人前で見せないじゃないですか。まあ旦那さん以外にはね、もう数年も見せてないわけですもんね。そうそう、隠れてるところが見えちゃうことにやっぱすっごい恥ずかしかったし、どう思うんだろうなみんなみたいな。でも正直それでなんか高揚しちゃったみたいなのはあった？ありますね。それはなんでそう思っちゃったんですか？なんだろう、撮られてる時ですね。それは撮られてる時にこういろんな自分を引き出してもらって、その時にあ、なんかやっぱりまだまだ女性だなって思ったし、もっともっと女性としての魅力を磨きたいなって思った瞬間にポンって感じがあったかな。やっぱ女性として求められたみたいな。そうですね。でもそれはこういう行為がね、久しぶりに会った時に、女性として向こう側の男性も見てるわけじゃないですか。確かに。それはやっぱり嬉しいなみたいな気持ちはあるんですか？嬉しいですね。自分でなんかやってくれたりとか、ちょっとこうね、元気になったりとか、そういうのでまた私もみたいなのはすごいありますね。
え、じゃあその初めての時でなんか覚えてる瞬間とか一番良かった瞬間でいうとどこですか？え、それは体が重なった瞬間でした。あ、が一番うわーみたいな、なんかうわすごいじわって感じでした。それはもう何年ぶり？うんですね、その感じはすごい体に染み渡る。おお。え、正直旦那さんよりいいなみたいなことは思っちゃったりはありました？思っちゃいました。良かったです。あんまり相性良くなかった。あ、旦那さんと、はい、あー、そうなんですね。はい、それ以降もだいたいその何作品ぐらいに？何十作品出てますね。40超えたぐらい。 40? すごいですね。ですね。やっぱりそういうもう魅力にどんどんハマってってしまってるというか。そうですね、なんかやっぱり自分がこう隠し持ってた部分をさらけ出せる場所だったりとか、なんかそういう感じがすごいありますね。ああ、そう。なんかそれを隠してたのを罪悪感だったり悪としてたことが、おう、それが悪じゃなくなる瞬間っていうんですか。あー、認められる。あ、そうそうそう。それで男性たちがだってね、はい、癒されてるわけですもんね。それがすごいなんか一致してる感じがします。でも夕方ぐらいには自宅に帰る。夜の時間はそうですね、時間のある程度制限は始まり止まりがあったりはしますけど。でもそういう戻る時っていうなんかスイッチみたいな切って戻ったりとか。戻ります。スイッチ切れます。ちょっと、電車乗ったら切れます。あ、帰りの電車で、うん、電車のホームとか着くまでとか送ってもらう時でも知らない景色の間はまだあれですけど、知ってる景色になると一気にオン入ります。あ、女性としてのスイッチが、うん、入ります。と、あとはお母さんの。あ、正直本当の自分はどちらだなとかそういうのって思ったりするんですか？だからそういう意味でどっちもあるけど、その女としての時も男性に対しての母性はあるんです。あ、だから比較できない。あでも全然顔は違うと思う。ああ、いや、いいお母さん。え、得意料理何なんですか？得意料理なんですかね、一番でもみんな好きでリクエスト多いのはオムライスかも。いや、オムライス上手な人ってもう絶対何でもね。あ、でもこういう感じの女性ですから、でもやっぱ授業参観とかも行かれる？行きますね。こんな感じで。もうちょっとなんかこう控えめというか、まあ、時にキャップかぶったりとかして、カジュアルな感じにしたりとかしますけど、でもちょっと変装しますね。はい、授業参観の時は。先生とかがもしかしたらって思っちゃうんですよ。先生がもしかしたら見てるかもしれないって思って、世代的に思ってちょっと警戒してるのと、 あと最近お父さんとかも来るんですよ。妹が多くなってて、授業参観で何回も目が合うと、もしかして知ってるのって思っちゃったりする。いや、正直40本もでかなりね、こんな美しいわけですから。世代的に見そうじゃないですか。確かに。一つもあったりとか、リアルって思ったりとかしてって感じ。でもどうするんですか？それで正直見てます。いつもお世話になってます。で、友達の、お父さんとか先生に言われたら。言われたら。わあ、どうするんでしょうね。もう秘密にしてくださいってなって、その秘密を逆手に取られたらどうしようとか考えちゃうかも。ちょっと秘密にするので、良ければこの後。っていうビデオみたいですよね、またね。っていうビデオみたいになっちゃう可能性もあるなと思って、結構学校行くときはいろいろ考えながら行く。最高っすね。じゃあちなみに直近だとそういうのはいつぐらいにあったんですか？1週間前、面談があって、なんかたまたまなのか、担任の先生が男性のことが多いって。で、面談の時はもちろん、この教室の中に先生と当たり前なんですけど、二人きりなんですよ。なんで、それの時とかに、最近若い先生多くて、たまになんか照れたり、顔が赤くなったりとかすると、あ、可愛いなとか思いながら、もしかしてなんか知ってるのかなとか思いながら、っていうのは結構
もあります。あ、そうなんですね、はい、そういうセッションは最近だといつぐらいありました？最近だと2週間ぐらい。あ、ちょうどその頃、うん、あ、そうですね、それくらいだ。その日どうでした？その日は、その日なんか緊張してたんですよ、ドキドキして、うん、ドキドキワクワクで。でも、すごい最低にしてきた。何してる時が一番良かったですか？その時は、ちょっと、複数そんなのもされてる。複数とか、3人お私も入れて、おだったんで、やっぱちょっとそういう時に、いつもと違う感じにした。ちょっと今思い出すだけで汗かいてきちゃった。汗かけですもんね。ちなみに女性が2人、男性が何人みたいないうの経験ある？3-3とかはありますね。そういう時って女性の心理的に誰に男の人来るんだろう、私に来るの、他の人にとかあるんですか？あるかもしれない。とか人のやっぱ見てて男が盛り上がるとかはある。そういうのもで、また変わったりとかするんで、その変わった瞬間、今目の前の人が移動するじゃないですか、なんかその移動する瞬間の反応とか気になったりとかして、あちょっとなんかそういうとこありもドキドキしたりとか。へえ、ね、じゃあもうそういうのは楽しんじゃってるわけですね。ドキドキを楽しんでる、はい、で終わったら旦那さんの元に帰る。で、お母さんスイッチを入れる。お母さんスイッチ入ります。ちゃんと家帰って溜まってる洗い物洗います。刺激的な一日ですね。じゃあね、じゃあ学校の関係者にちょっと見てるよなんて言われたらちょっと教えてください。そうですね、ちょっと早急にお伝えします。その時ははい、また感想述べる。じゃあ本日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。